若手、とにかく党の三役については若手ですよ。誰おる、まあ、問いかけがあって、若手といえば柳瀬、藤田、お徳田、この3人でしょ。あ、そうか、誰がどの役やってもらえばいいかな。藤田幹事長、お徳田政調会長、柳瀬総務会長と。あ、そう、わかった。衝撃の事実が。はい、こんにちは、参議院の柳瀬です。今日も一新で号を取っていきたいと思いますけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。新三役に就任をさせていただきまして、私たちですね。ありがとうございます。そして馬場幹事長から共同代表に代表って就任されたということで、ちょっと緊張の面持ちですけど。いや、緊張してる。緊張してる顔。だから僕ね、馬場さんだけで緊張するんですよ。そうそう、一新で号を取るとき。一新で号を取るなぜなんですかね。その割に何の打ち合わせもなかったですか。また怒られるとか思ってるんですか。そうなんですよ。これね、いや、打ち合わせをすると、つまんない。つまんないと。やっぱり、ね、動画ね、面白くないとね、意味がないわけですよ。はい。だから、あと、おときさん、もうちょっとゆっくりで。あ、わかりました。ちょっと今日 NHK 討論に出るつもりでちょっとやりますんで。はい、お願いします、はい。NHK 討論出るつもり満々ですけど、よろしいですか。はいはい、またね。順番に。順番に。順番ですよ。順番で、順番守ってください。はい、お願いします。お願いします。でも、馬場新共同代表ということになられましたけれども、これからのこうなんか代表像というか、これまで幹事長ということで、まあ、僕たち見てきたのはもう本当に大変な幹事長だったなっていう、ご苦労されたなっていう、もう全てのこう国会議員団と地方組織の、なんていうんですかね、トラブルを解決する人みたいなイメージだったんですけど、その幹事長からこう代表になられて、こうなんかどういうふうにこう変わっていくんですかね、役割的な、なんかその抱負とかございますか。まあでもね、仕事の中身はあんまり変わらんと思うね。まあ藤田幹事長も、これ党と国会議員団両方の幹事長やるわけやから、大変やし、徐々にこう仕事をね、押し付けていこうと思ってます。めんどくさいやつから順番にいこう。いやでもね、これ大変だと思いますよ。いや、そうですね。とにかくね、なんかこうあれやこれやこう考えてもしゃあないんでね、はい、自然体でこの来る仕事をこう受け止めてこなしていくと、うん、はい、ね、もうそれしかないですよね。でも今回その、まあ、音喜多さん、藤田さん、まあ、私も含めて若手の大抜擢っていう言われ方をしていまして、党内ではかなり不安に思ってらっしゃる方もいると思うんですけど、今回のこの三役の起用については どのようなお考えで。これはね、臨時党大会が終わった後、まあ、松井代表がその再任された時の挨拶の中で、もう世代交代やっていきますと、刷新しますと言ったと思うんだよね。で、終わった後、まあ、2人で部屋に戻って、まあ、ある程度こう腹合わせしとかんと、党と国会議員団の役をどういう感じでこう組み立てていくかという話をしたら、若手、とにかく党の三役については若手にすると、誰おるというまあ問いかけがあって、いや、もう若手といえば柳瀬、藤田、音喜多と、この3人でしょうと。あ、そうか、誰がどの役やってもらえんかなという話やったんで、藤田幹事長、音喜多政調会長、柳瀬総務会長と。あ、そう、わかった。衝撃の事実が来ましたけど、こんな感じで決まったっていう。こんな感じで決まりましたね。ちょっとポップな感じですね。ちょっとね。でも、どうですか、音喜多さん、維新に入って2年と、そうですね、ということですけど、この政調会長に期待することっていうのはどういう。いや、もともと、まあ、その日本維新の会の層薄いからね、はい、で、あの創世記のメンバーが、まあ、第一世代と、これ松代表はよう言うように第一世代、吉村の世代が第二世代とこう言ってるんで、我々のこれからの役目は第二世代を育成していくことだよね。第二世代が間違いなく近い将来中心メンバーになっていくわけやから、自民党のようにこう層が厚くて、誰か一人が沈んでいってもどん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 湧き上がってくるような組織にはまだなってないんで、それを目指してね、こう層を厚くしていく、若手をどん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 育成していくということがね、今のうちの組織にとっては一番重要だと思いますよね。音喜多さんはでも大政調会長、はい、浅田仁さんだ、はい、
もうね、まあ、今回本当にまあマニフェストでまあプロジェクトチームを作って、まあ、トップが浅田さんで事務局長をやらせていただいて、本当1年間一緒に本当にニコイチですごい勉強させていただいて、まあ、今回こういう大役を浅田さんから受け継ぐわけですけども、ただやっぱりこういいとか、まあ、浅田さんもねまだしっかり党内に残っていただいておりますんで、まあ、非常に近い距離にいるということですから、まあ、しっかりねこの浅田さんの薫陶を引き続き受けながら、まあ、良いことは当然守っていき、変えるべきは変えていくということがまあ期待されていると思うので、頑張っていきたいなと真面目にこう思ってます。それ何パーぐらいですか、変えると守ると。変えるが90 50-50 ぐらい50-50ぐらい。まず自分が変わらなくちゃいけないですからね。喋り方がね、今でも若干ゆっくりだったっていうことで。ちょっと意識しました。今浅田さんを意識してちょっと。でも藤田幹事長は、やっぱ馬場幹事長とずっとですね、この国会議員団でも党の方でも馬場幹事長の背中を見てこられたわけですけど、藤田さんから見た馬場幹事長ってこうどんな役回りだったんですか？いや、なんかやっぱりこう組織でこう問題不具合またはこう勝負していくっていうところの一番要をずっと担ってこられた、うん、でやっぱり懐が深いし、私はすごい人間的にまあ好きっていうか、うん、だから本当に見習いたいところがたくさんあるんですけど、かといってまあ自分が同じその後継で幹事長になった場合に、まあ馬場幹事長と同じようなあのやり方振る舞いでは、まあもちろん経験も不足してますから、まあ、自分の良さを生かして、まああの馬場代表を支えるという立場でまっすぐにあの突破していくというような突破型の幹事長をやりたいなというふうに思います、うん、突破型の幹事長ということで、まあ、藤田さんの良さって言ったらあれですよね、やっぱり腹黒いやっぱりそのブランディングやっぱりそのブランディング、どれぐらい腹黒いか言うとね、乗ってきちゃう大丈夫、お墨付きですよこれ。だいたい東京大阪行き来するのは新幹線多いよね、はい、当選してまだ間のない頃に、ええ、しょっちゅう新幹線で会うねんね、うん、多分ずっと後付けできてたあ、これね、うん、すごいですよ。じゃあじゃあそれはちょっと僕の名誉のために、あれまた今週もってそんな感じでね、もう多分10回ぐらいは駅のプラットフォームでバッと会う、それはほんまにたまたまなんで、その頃から幹事長の座を狙ってたわけですね。ストーカー可能性が好きすぎて、やっぱり秀吉タイプ、秀吉タイプですよね。やっぱりその少しでもね学びたいみたいな意欲がねものすごいあるなっていう、全部見てやるみたいな、こう新幹線の移動風景まで全て、それはねそうですよ。僕とね新幹線で一緒になった時も、あ、なりましたね。僕ねもう眠たかったんですけど、眠たかったのにちょっと隣でええかみたいな、うん、お前隣に座れやみたいな、なんでその上からお前東京の状況どうなんやみたいなね、かなりちょっと上から目線でヒアリングが生まれましたけどでもね全部食ってやるみたいな、うん、やっぱり、ね、そういうやっぱタフさと向上心とね、うん、やっぱり、ね、それはすごいなっていうふうに思いましたよね。だからもう全部見てきたんで、だから今回の幹事長という、うん、40歳の幹事長で、うん、2期目で幹事長で、うん、なかなか他党との兼ね合いからしてもこれはないことなので、うん、やっぱりその辺は藤田さんはすごい人だなっていうふうに、うん、見てましたけどね。これでも最近、うん、その幹事長のお仕事っていうレクをいろんな人に受けてるんですけど、こういうことも幹事長の仕事だよと、うん、教えてもらってるんですけど、なんか大きく分けてこう党内を取りまとめていく、うん、それから国会ではですね、他党とこうガンガンにやり合う陣頭指揮を取っていく、それからメディアで国民の皆さんにしっかりとこう我々の考えていることを伝えていくっていう、こう大きな3つをまあ一手に担われてきたんだなっていうのは、これものすごい広い領域だなっていうのを改めて思って、でまあ私 の得意不得意の部分はありますから、まあ皆さんにこうちょっといろいろご支援いただきながら、まあ自分なりの幹事長像を追求していきたいなっていうのはまあ思います。幹事長はね、やっぱり一番大事なのは選挙、選挙がね一番大事、うん、その中で一番しんどいのが候補者を見つける、うん、ね、でこれまあうちの党はみんな割と協力して候補者みんなで探して、うん、こう擁立しようやいう雰囲気があって、うん、まあ助けられてきた部分もあるけど、うん、やっぱこう難しい選挙でどうしても候補者立てなあかんという時になってくると、なかなか候補者おらんのでね、実際には、うん、だからね、もうだんだんこう時間経ってくると
夜寝られへんなってくる。1日ね10時間ぐらいしか寝られへん。結構短いですね。結構そこまで用意してますなんか強めのツッコミじゃないとダメです。違うやん。ちょっともうちょっと時間かかる。だから選挙はちょっと、いきなり無理なんで、ちょっと、一緒にやりながら、こう最終的には幹事長の仕事は選挙がもう最大のあれやからね、最終的には自分でやっていってもらうということで、確かにやっぱり人材をどうやって発掘するのかっていうのはものすごい大きなテーマだなというふうに思ってまして、特に地方組織、私もその会長として地方も担当させていただくということですけど、やっぱりその中でやっぱり優れた人材があればそこの組織はどんどん発展していくっていうこともあると思いますし、やっぱその中でどうやってこうその優れた人材でかつですね、やっぱり維新のことをよく理解して、維新スピリットを持っている人っていうのはなかなかいらっしゃらないんで。出ないね。維新スピリット持ってこう優秀な人いうのは、友達おれへんとかね、お金全くないとか、もう選挙するためには致命的な欠陥がある人が多いね。一長一短があるんですね。そういう意味では今回最悪の中で、総務会長には柳瀬さんが今回指名されたわけですけども、柳瀬さんにこう期待すること、その辺は共同代表いかがですか。ずっとね、一人、東京維新を背負ってきてくれたからね。友達がいないのかもしれない。そうやね。そうですよ。そうですよ。元いね。元いね。はい。だからね、十分もう党のことなんか分かってくれてるんで、音喜多政調会長が38歳、そうですね、藤田幹事長40歳 で、ちょっと兄貴分の47歳というね、だから2人のことも温かくこう見守りながらこの第2世代をこう広げていくというのが使命よね。はい、ありがとうございます。やっぱり東京で維新の会やってきて、やっぱり本当に党に支えられてですね、当時の馬場幹事長に支えていただいて、東京維新の会もすごく大きくなったなっていうことなので、だからその役割を藤田さんが担っていただいて、やっぱり各地方組織かなりこう苦しい状況にあると思うんですよね。だからそれに対してやっぱり馬場さん、幹事長としてやっぱりもうなんとかも頑張れということで、も励ましの言葉をいただいて、ね、一人でやってきた人たちたくさんいますから、そういう人たちの本当励みになってきたと思うんですよね。その役割をぜひ藤田さんに。新橋のね、新橋、西が難波の駅が維新の聖地と言われてるけども、東は新橋よね、で新橋街というのをもうこんなもう最悪な状況の時に何かせないかん言って、で新橋街頭を1ヶ月に1回やろう、そうですね、最初やったら誰も聞いてくれへんし、誰もおれへんし、たまに何か言うてるなと思ったら「やかましい!」言われて、もう何かこう寂しい気持ちでやっとったけどね、だんだんやっぱり今になったらね、そうですね、立ち止まってくれる人おるし、今観客も増えてきて、であれですね、だから音喜多さんも入って、で音喜多さん目当てにこう来る方もどんどんこう増えてきたりとか、そうだね、前回あれですね、500枚ぐらいチラシ用意したら即座になくなりましたよね、新橋街線で。そういう意味では徐々にやっぱ集まるメンバーも、そのチラシを取ってくれる人も増えてきてるなって感じますね。はい、ありがとうございます。もうちょっとしっかりと若手ということでご期待に応えてまいりたいというふうに思いますけれども、じゃあこれからの抱負を一言ずつちょっと述べていただいて、終了したいと思いますけれども、代表からまず。いやもうとにかくね、維新は第一ステージは確かに終わったわね、第二ステージにこれから移っていくわけやから、やっぱりその移行する時に若い力でこう推進力をつけていただいて、大体こう基盤は固まりつつあるから、これをさらに固めながら広げていくというね、そういうステージに移っていくんで、若い皆さん方のこのパワーに期待してるんやけどね。はい、ありがとうございます。じゃあ幹事長から。そうですね、三役若手にしていただいて、若手頑張れというメッセージと、プラス音喜多さんと柳瀬さんが、東京ですから、東京をはじめとするその他の地域の活性化はやっぱ課題だと思いますし、今までは大阪にやっぱりどっかやっぱ頼り切った政党のあり方っていうものだったのが、大阪の良さを最大限生かしながら地方が強くなって切磋琢磨して、
全国政党として飛躍する、そういう今ちょうどターニングポイントなんじゃないかなと。でそういうことをやれというのが、まあ、松井代表、馬場共同代表の、まあ、メッセージなのかなというふうに、まあ、受け止めまして、はい、しっかりと頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。もう新幹線乗るときついてこんといてそれはそれでまたちょっとどうかと思いますけどね、はい、いきなりついてこなくなったらね、こうまたあれです。じゃあほんまたまたまですから、ね、ほんまに。いやでもそれはいいんじゃないですか、ね、ついてったんだっていう GPS 系ではなくて話で、それはじゃあ縁深いっていうのはさあるんですよ。え、なんですか？縁が深いっていうのは、あ、縁が深い、なるほどですね、あるんですよ。そうですね、はい、あ、そういうやっぱちょっとこうね、腹黒さがね、それやってたら全開になってますけどね、キモいでしょほんまに。じゃあ音人さん、はい、まあ、新体制になってやっぱ分かりやすくね、変わったということをお見せすることが大事だと思ってます。で一つはやっぱオープンなことだと私も思ってます。まあ、昨日も足立団政調会長のイニシアチブで、うん、政調役員会を全部ネット中継するという試みも、おかげさまで成功しました。なんでこの党の政調会についても、どんどんネット中継でオープンにして、地方組織と国会議員団とそれ党全体がどういう政策議論をしているのかということを皆さんにタイムリーにお伝えをして、そしてオープンにして議論することで、つながりをこの党全体中も強くしていくと、まあ、いうことを私はやっていきたいというふうに思いますので、ぜひ皆さんもご注目いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、早口は、早口は直す、直すと。直すですか？直すならないどうしやねん。絶対ね、早口直すと良さ消えると思う。そうなんですよね。ただね、でも日曜討論これで言ってもちょっとどう、それが代表、これ新しい政治よね。やっぱり全日本早口選手権かなんか出てます違う番組、むしろそれギネスを取るみたいな、優勝をやって突き抜けた方がいいですね。そうですね、はい、ありがとうございます。柳川さんも、まあ、私も総務会長を拝命しまして、やっぱり候補、まあ、この石根後もその一つですけど、やっぱり広報をしっかりやっていきたいなっていうふうに思うんですね。で、党には本当に素晴らしい人材もいますし、あと素晴らしい政策もあるんですけど、それをやっぱりしっかりと伝えていくっていうことが大事なことだと思いますので、そういった意味ではこの維新で号もちょっと若干リニューアルしてですね、はい、これから地方議員の皆さんとかにフューチャーを当てたりとか、地方でやっていることとかですね、そういったこともしっかり取り上げていきたいなと思いますし、また今回国会議員で新人で入ってこられた中にも面白い方いますんで、うん、なんか注目されてる方います？なんかここでほら誰の名前が出るかちょっとこう緊張しますけど、うーん、はい、まだねこれからこれがという、個人一人だけ、個人行かないですか誰ならやなって、僕がね聞きたかったっていう純粋に聞いてみたかったっていうまあ二人はほんで東京維新の代表と幹事長やから、はい、東京のねやっぱりこう地方議員さん、うん、できるだけこうどんどん増やして、そうですね、頑張りますんで、それがこう党勢拡大の近道になるからね、はい、そうですね、地方議員をしっかりと増やしていくという活動もしてまいりたいというふうに思いますので、はい、また維新の方をぜひですねこれからもご覧になっていただければありがたいなと思います。じゃあ今日これで終わります、はい、ありがとうございました。